試着室はマジックボックス。皆さんはじめまして、スタイリストの五十嵐薫です。大きなメガネをかけていますが、これが私のトレードマークです。今日ははじめましてなので素顔をさらしちゃいます。メイクはしてますのでご安心ください。私はいつもどういう仕事をしているかというと、もちろんスタイリストとしてね、皆さんのスタイリングをしたりはするんですが、特に富裕層向けスタイリストというふうに言われています。百貨店の中で私パーソナルスタイリスト協会という協会を立ち上げて12年目かになるんですけど、その協会の代表理事をやってるんですね。で、百貨店のエグゼクティブなお客様に対して、うち その所属しているスタイリストたちが、予約をいただいて、お客様のお買い物の同行をしたりとか、はい、あとはね、大学で授業を教えに、授業担当してレクチャーしたりとか、あとはユーキャンの通信講座のパーソナルスタイリスト講座っていうのもやっても、まあそんなこんなでいろいろ飛び回っている日々なんだけれど、今回ね、私がこの YouTube のチャンネルを立ち上げた元々の目的っていうのが、まあ多くの女性たちのファッションの、まあなんていうのかな、無駄をなくすっていうのかな、自分に本当に合った似合う洋服を簡単に見つけられて、ちょっとした着こなしのテクニックっていうものを一緒に楽しめたらいいなと思って解説しました。私小さい頃から、親がアパレル商社をやっていて、お洋服に本当に小さい頃から囲まれて生活してきたのね。本当に洋服の中に人生が洋服みたいな感じだったので、小さい頃から例えば父にもっと姿勢よくしなさい、出ないと格好悪いよとか、あとは母に、なんかその洋服お尻が大きく見えるわねとか、その色似合わないよね、あとはなんかすごい安っぽいよそれとか、散々なことを言ってくる親たちでした。要はファッションのエリート教育って言えば聞こえがいいけど、ファッションのスパルタ教育を受けてきたっていうような感じ。でも世の中に出た時に、意外とファッションのことを小さい頃から学んでいる人っていうのがまあいないというか、親からそういうことを教えてもらったり教育してもらったりっていうことは日本人って少ないんだなっていうことを分かったんです。イタリア人とかね、ヨーロッパの洋服、特にイタリア、フランスとかっていうと、割と両親からその洋服に対する、小さい頃からあなたこういう色が似合うわよとか、なんかいろいろ教わったらしいのね。だけれどまだまだ日本ってやっぱり着物文化じゃない、長いこと。だから洋服に対してのその教育っていうものは親からやっぱり受けてこなかったっていう人が多いから、おせっかいかもしれないけれど、みんなの無駄にならないようなことをお裾分けしたいなと思ってます。私もね、今でこそそれはもちろんなんかこうファッションを語る人になってるけれど、たくさん失敗してきました。例えばいいなと思って買ったけれど、実際に似合わなかった。お店の電気とお日様の光とでは全然色が違ったとかね。それからあとは安いから買っちゃおうとかね。だけど実際、全然なんか着なくなっちゃったとか、あとは買ったはいいけどクローゼットに合うものとあるものと全然マッチができなかったとか、そういうようなものが本当にたくさんあります。だからね、私がこうやってそうやってしてきた失敗を本当に皆さん同じ轍を踏んでもらいたくないから、まあこういう感じでスタートしたんだけれど、あとねプラスで、そうそう、じゃあどういうことっていうのもお伝えするね。今私が着てるこの洋服って白いブラウスの上に、実はカーディガンをね、こういうカーディガンをこのようにして結んだものなので、こういうふうにやって着ることによって一つね、カーディガンとしても着れる、ブラウスとしても着れる、でもってもう一つちょっとなんか独特な、ね、デザインを持った一つの洋服になるでしょ。こういうようなね、ちょっとしたテクニックだったりとかコツっていうのを皆さんにお伝えしていきたいなと思ってます。あとね、その
さっきパーソナルスタイリスト協会の代表理事やってますって言ったけど、その協会のメソッドで一番特徴的なのが、自分の顔の形、まあ、要は顔の形をしっかりと分析した上で、この襟焼きネックラインっていうんだけど、どんなネックラインがその人に顔とマッチするかっていうのを私たちレクチャーしてるの。あとね、色も、どういう色が似合いやすいかとか、世の中でいう4シーズンスとか、8シーズンスとか16シーズンスとかいろいろあると思うんだけど、その中でも特に、分かりやすく皆さんにお伝えしていきたいなと思ってます。で、私座右の銘というか、この仕事を始めるときにね、大事にしてきたことっていうのが、自分を諦めないっていうことなの。自分を諦めないってどういうこと？と思うかもしれないけれど、私もこの人生の中でね、ああ、やだ、嫌なことがあって辛いなと思った時期もあったの。で、その時にこんなもんか私の人生って、半分人生を諦めてしまったことによっていい方向に物事が進まなくなっていったのね。自信さえ持てれば、人って何でも諦めることがないっていうか、前に進めると思うの。それがメイクだったりファッションだったり、自分を内側からも外側からも輝かせるっていうことが女性にとって特に重要なんじゃないかなと思ってます。だからみんなで、ね、ファッションの楽しさ、それからファッションの持つ力っていうものを取り入れられるような、そんなような素敵な番組にできたらいいなと思ってます。あと内容としてはね、高見えコーデ、安いお洋服と高いお洋服をミックスさせてより高く見せる。で、高い洋服っていうと語弊があって、シンプルなものでずっと長く着れるものだったりとか、トレンドを安いお洋服屋さんで探してシンプルないいものをうまく掛け合わせるとか、カジュアルときれいめを掛け合わせるとか、それからなんかこうギャップみたいなものをファッションの中で楽しめたらいいのかなと思ってます。一番最初に私が試着室はマジックボックスって言っているサブタイトルなんだけれど、これは試着室にね、全ての女性が試着室に入った瞬間魔法がかかるっていう風に思ってて、ぜひとも私も皆さんに魔法をかけたいと思うし、試着室はね、もう壮大な宇宙というような、そんな気持ちでいるの。だからいかようにでも、いつからでも女性は素敵に変われるって思っててね、さっきの自分を諦めないっていう話じゃないけれど、女性って結婚して子供を産んで子供を、ね、育てて子供が手離れて、あ、いい人生だな、でも何かが足りないと思う瞬間もきっとあると思うの。で、それはそれでね、幸せな人生だけど、それにプラスもっと内からも外からも本当に輝いて、あ、ファッションって本当に楽しいっていう風に思ってもらえたら私も嬉しいなと思ってます。私も本当に今までファッションに助けてもらったことってあるのね。辛いことっていう話もしたけれど、人ってやっぱり、ね、毎日いいことばっかりじゃないじゃない。で、嫌なことがずっと続いて、家に帰った時、ああ今日はまあ失敗しちゃったな、あ明日会社行きたくない、もう死んでしまいたいみたいに思うことって絶対あるのよね。でもその時に、明日何着てこうって思える瞬間って命をつなぐことだと思ってて、そういうね、なんていうのかな、小さな幸せを積み重ねていけるのがファッションだったりとかメイクだったりとか、ちょっとした幸せにつながる、アイテムだと思ってるの。一本の新色の口紅、嫌なことあったけど明日この口紅をつけて会社行くからまあ一回頑張ろうとかね、あとはこの洋服買ったからちょっと明日着てって気分を盛り上げようとか、ちょっとしたものが明日への何て言うかな、糧になるのかなっていうふうに思ってます。明日のみんなのパワーにつながるような、そんな番組にしていきたいと思ってます。それでは試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。どうぞ番組登録お願いします。